What happened? Jesus. Jesus! What? クズどもか。神と己らの区別もつかぬのか？逃げろ！逃げるんだ！何事だ。聖なる贄の儀式を邪魔するとは、あの者ども気でも触れたか。こんなとこでのんびり遊んでる場合じゃねえぜ、総帥。何？
エンタープライズが燃えてんだってさ。な、だと？あんたの箱舟だろ。見に行かなくていいのか。ほらほら、バケツリレーに参加しなきゃ。貴様、何を。狐と言っても女は女、よりいい男を好むんだよ。ガンの甘か。神を裏切るとは何たる盲目か。あんた、例の件でリサは最後まで自分にひれ伏すと踏んでたんだろう。それが間違いだったな。人は誰だって、てめえみたいな化け物より人間が好きなんだよ。クズども、クズどもが。総一、今日はここまでだ。沈む箱舟で水入りか。あんた、次があるとでも思っているのか。虚勢を張るな。ほんの少し楽しみすぎたまでだ。ミサの映像は全て記録した。日本政府があんたを潰す。いや、俺のもう一人の大きな友人もいる。世界丸ごと相手にして、あんたに勝ち目などない。そのようなものいかようにもなる。世の力思い知るがよい。また会おう、総一。あんたみたいなジジイと二度と。な、お前ら何やってんだ。エンタープライズだ。エンタープライズへ向かえ。大変なことになってるぞ。エディ、久しぶりに見たぜ、おめえの真剣真剣マジマジ顔。
ったく、驚かすなよ。ポケットから白旗出そうとして撃たれたらどうするつもりだったんだよ。そうならねえように助けに来てやったんだろうが。んなこと言ってる場合じゃねえな。とりあえず逃げようぜ。ざま、見やがれ！金持ちの狂った趣味と切り捨てるにはあまりにも異様な儀式だった。それにあの圧倒的な戦闘力。帰ったら映像を隅から隅までチェックだな。何かヒントがあるだろ。頼む。リサはどうする？大丈夫だろ。あの姉さんだぜ。殺したって死ぬもんか。おかげで本当に命拾いしたぜ。最後の最後で代打逆転満塁サヨナラホームランだ。でかい借り作っちまったね。体で返そうかな。今度マセガキが。姉さん、もう米軍にも戻れねえぜ。面倒ごともう一つ丸抱えだ。抱える荷物は重い方が強くなれるさ。どっちにしろやることは同じ。あの男を倒す。はぁはぁ、そう来なくちゃ。バカ、やめろって。こんなことやってる場合じゃ。プリーズ。ほら、見つかっちまった。おめえがバカバカ言ってっからだよ。変装したままなら簡単に脱出できたのに。俺は軍服ってやつが嫌いなんだよ。身につけただけで前立腺にジンマシンが出る。その方が健康的な禁欲生活を送れるぜ。おひょー、問答無用で即乱射さ。なんて野蛮な奴らだ。それでも日本男児か。アメリカ男児だよ。そうだった。ひゅー、なんで俺たちが撃たれるんだよ。そりゃ撃っても来るって。俺たちは今エンタープライズを狙うテロリストなんだぜ。誤解だ。事実だ。そうだっけ。殺す気か。だろうな。お、携帯。お、バカさつき。はい、もしもし。うんな時に電話出るな、バカ野郎。ちょっと、あんた何やってんのよ。何って。ゆかり待ってんじゃん、バカ。んなことは分かってるよ。ん、お前がなんでんなこと知ってんだよ。んなことどうでもいいのよ。何よあんた、あんな寂しい
ところで一人待たせて。あんた、トラック！ちょっと大事な用が。ゆかりより大事な用って何よ。わけわかんないこと言ってんじゃないわよ、このバカ。バカバカ言うな、バカバカバカ言うな、バカ言うな、バカバカバカ。漫才やってる場合じゃねえよ。そいち、おめえも応戦しろ。分かってる。ちょっと待て。なに、あんた後ろうるさいじゃん。デスコでも行ってんの？んなわけねえだろ。今そっちに向かってるところなんだよ。なら連絡ぐらい入れろ。それもできないんだって。あんま人をバカにするなよ、サツキ。忘れてるわけねえだろ。ちゃんと準備もしてる。ただちょっとアクシデントがあっただけだ。お？そう。忘れてないならいいのよ。忘れてないなら、ならあとは急げ、ソイチ。1分でも1秒でも。言われなくても今そうしてる。よし、じゃあ私からあの子に連絡しとくから。頼む。ったく、もっとしっかりしなさいよね。あの子にはゆかりにはあんたしか見えてないんだから。ああ。じゃあ頑張れ、ソイチ。エディ、すまんが急ぐ。後を頼む。え？頼む？おい、ちょっと。うわひょこら、ちょっと待ってって。おい、ちょっと。あ、そいち。Thank you.
カリン。風を引きますよ。ほら、ずぶ濡れだよ。ゆかり。総一くん、お疲れ様。ゆかり。総一くん。待たせてごめん。だから約束守れなかった。守ってるよ。だってほら、今日だよ、総一くんはちゃんと来てくれました、大切な日に。でも今この瞬間からのなんか忘れます。総一くんと一緒だから。ゆかり、飛行機だ。すごい音だね。空自のイーグルかな。今頃ニュースじゃ大騒ぎになってるだろう。そうなんだ。総一くんの仕業？さあ、どうかな。とぼけてる。まあ、こんな大騒ぎにしたのはリサ姉だが、俺が引き金を引いちまった。お父さんにそれとなく謝っといてくれ。あのお父さん、基地のお仕事辞めたの。へえ、そりゃよかった。ちょっと胸が痛かったんだ。ありがとう。やっぱり夢を追いかけるって。そうなんだ。いいよな、いいことだよ。最近すごく楽しそう。
大丈夫だって。ゆかりのお父さんならきっとどんな困難でもぶち破って突き進むさ。そうだね。最近本当に元気いっぱいなの。そりゃよかった。お母さんも惚れ直したってラブラブだよ。宗一くん、お腹減ってない？え？ああ、減ってると言えば減ってるけど。じゃん。はい、サンドイッチです。お、それはありがた。どうして止まるですか？いや、その…心配しなくていいよ。サツキちゃんのお手製だから。サツキの？うん、さっき来てくれたの。あいつが？うん、あのね、電話で前誘導尋問に引っかかっちゃって、宗一くん待ってること言っちゃった。ごめんなさい。ああ、いや、それはいいんだけど。そしたらね、そしたらしばらくしたらすごい勢いで飛んできてまくし立てるの。また怒ってただろ、俺に。逆だよ。男の子にはどうしてもやらなきゃならないことがあるんだ。だから怒っちゃいけないって一生懸命。え、私も分かってるよって言ったんだけど。いや、宗一はバカでスケベで頼りないけどいいやつなんだから待ってあげてって、全然話が噛み合わなかったよ、あいつ。それで二人分って。ゆかりもまだ？うん、一緒に食べよう。ああ、こっちカツ。こっちは野菜と卵だよ。宗一くん、どっちがいい？どっちでもいいよ。ゆかりは？私も。じゃあ半分こ。いつものやつは。これではちょっと難しいぞ。残念。先に半分食べよう。ないよな。うん。あいつ、いいやつだよな。うん。無二の親友だよ。ああ。どうした、ゆかり？取っちゃった。取る？さつきちゃん、宗一くんのこと大好きだったのに。早いもん勝ち。ゆかり。
考えすぎだよ。あいつの性格はお前だってよく知ってるだろ。本当に欲しいものならどんな手段を使ってでも全力で奪いに行く。たとえお前相手だって容赦しないよ。そんなやつだろ。俺たちのこと認めてくれてるってことは、つまりそのぐらいの好きだったってことだよ。あ、じゃあ何？ゆかり、俺がサツキに乗り換えてもいいわけ？いい？ダメ。よかった。そこでいいって言われたらどうしようかと思ったよ。そんなこと口が裂けても言えないよ。私だってずっと大好きだったんだから。ずっと。宗一くん、覚えてるかな？1年生の夏季合宿の時、私が新幹線に乗り遅れたの。覚えてないんだ。さすが宗一くんだよ。スケールが大きいね。ちょっと待って。そういえばそんなことも。私ね、朝には自信があったの。だよな、いつも時間には正確だ。ところがあの日に限って寝坊して、お母さんも集合が遅いんだと思って起こしてくれなかったし。そうだったんだ。もう泣きそうだったよ。情けなくて恥ずかしくて。ホームへ上がる間中、待っててくれる先生にどんな言い訳しようかってそればっかり考えて。そりゃそうだよな。でもそのホームで待っててくれたのは宗一くんだったよ。嬉しかったよ。飛びついて泣きつきたくなるぐらい。俺は呆れたぜ。遅れてきたくせにヘラヘラ笑って嬉しそうだったから。だって嬉しかったんだもん。どうして那須くんが残ってるのって聞いたら、先生よりはマシだろってこともなげに笑ってくれて。あ、この人優しい人だって。そうか。本人はそれが優しいなんて全然意識してなかったけど。それこそが本当の優しさだよ。そんなもんかな。お昼のお弁当の時はさつきちゃんがどんどん喋るから、あまりお話できなかったから、いっぱいお話ししようと思ってたら寝てたな、ずっと。うん、だからしょうがないから寝顔をずっと見てたよ。今にして思えばそれが始まり。そうだったのか。もっと早く言ってくれればよかったのに。
でも心の底からこの人が好きだって思ったのはやっぱりあの時だったよ。ああ。宗一君は落ち込んでいたけど、私は本当にとってもとってもとっても嬉しかったんだよ。どうして俺のせいで。ううん、だって来てくれたもの、命を懸けて来てくれたもの、私のために。ゆかり、それで十分だよ。誰かが自分のために命がけになってくれる、そんな幸せなことはそうそうはないよ。だから私はこの人が好きだ。ありがとう。今日もちゃんと来てくれました。今日は遅れた、すまん。ううん、お仕事忙しいもの。お詫びにと言ってはなんだけど。ハッピーバースデー、ゆかり。覚えていてくれたんだ。忘れるもんか。だから急いだんだけど、ごめん。ではこれはお詫びの印として受け取って死んぜよう。ああ、それで勘弁してくれ。開けていい？もちろん。嫌な予感がします。気に入るかどうかわかんないけど、これしか思いつかなくてさ。ものすごく嫌な予感がします。モニカさん、つけてみようか。似合ってる？もちろん。時計も嬉しそうだよ。お上手。もう私のだから、返せと言われても返さないからね。ああ、その代わりその時計が。ワク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 。やっぱやめ、人のセリフ借りてきても迫力出ないな。それもそうだね。あの言葉はモニカさんのための言葉だね。ああ、もっといいセリフ考えておくよ。宗一君。うん。
素敵な贈り物をたくさんありがとう。たくさん？時計は一つ？うん、時計よりもっと素敵なものも。あなたと一緒のこの時間、お返し考えなきゃ。いいって、そんなの。私こんなすごいもの買えないし。何言ってんだ、俺もゆかりと一緒にいる時間が一番の贈り物だって。だってそれはいつものことだもの。そうだ、総一くん、何が欲しいですか？今一番欲しいものは？ゆかり。ああ、ごめん、そういう意味じゃない。欲しいものって聞くからパッとこれだなと思ったの言っただけで、そのいいです。え、いいですよ。いいって言われてもそんな。始めるときはスイッチを押す。始めるときはスイッチを押す。ゆかり、はい。これずっと続けてると息が苦しくなるよ。え、ごめんなさい。ダメかな。総一くん。ん？これは嬉しいけど楽しくないよ。ん？意外とわがままだな、ゆかり。だって今日のお疲れ様は総一くんだから。そうかな、ゆかりだって何時間も待ったんだし。いいから交代ね。あ、ああ。
そのまま寝そべって。あ、うん。眺めがいいぞ。でしょう。ね。ゆかりは見えてる？うん、もちろん。宗一くんがここにいて、月が見えて、星が見えて、空が見えて、天国だよ。ゆかり、ダメだよ、これ。俺、眠っちまう。うん、いいよ、ゆっくり眠って。バカ、んなわけにはいかねえだろ。寝ちまっても。うん。重くないか？もっと重くてもいい。ダメだな。私どうでしょう、モニカさん。
んじゃって。総一くん、これ。高かったでしょう。7500円。お姉さん、ずいぶん負けてくれたね。うん。使い方聞かれたから、タヌキの餌にって言ったら、自然保護に協力しましょうって。チョコパンチ。あ、でも素敵な時計、この時計が似合う人になれるかな。二人で一緒に成長しようぜ。思い切り心が込められたこの時計が似合うような人に、二人で。二人で一緒に時を刻んでいこう。総一くん。うん。明日はお暇ですか？うん、暇だと思う。仕事の方は仕切り直しだし。あ、明日からゴールデンウィークだったっけ。どっか行こうか、ゆかり。